はい、こんばんは、田原です。これはね、今年のね、正月、毎年ね、ここ来て、正月にね、今年何やろうかなとかね、昨年の反省とかね、いろいろ考えながら、今年は何するかって考えながらね、こんなことやってたんですけどね。去年久しぶりにね、石割りやって、ちょっとね、首の調子悪かったりとかね、あったんだけど、ちょっとコツもね、少し思い出したんで、いくつ割れるかっていうか、気の済むまでカチカチやってきましたけどね。今年はね、何やろうかと思ったのは、とにかく、自分の個性どんどん潰してきたんでね、プライドとかね、そんなもん全部潰しながら、一生懸命、稼いできたけれども、今年はね、そうですね、自由に、自分の本来持ってた才能だのね、本来やりたかったことをどんどんやっておかないと、いつ自分の命がね、尽きちゃうか分かんないしね。くしくもね、今年はひどい病気がね、流行っちゃいましたしね。初めてですね、こんなのも。私もね、長いこと生きてますけどね、初めてですよね、こんなのってね。で、昨年は昨年ですごい雨が降ったりとかね、洪水とかうんぬんでね、私も避難所に行ったりとかいろいろありましたけども、昨年、今年と、ね、ハードですよね、いろんな面でね。そんなんでね、今年は、チャンネルに関してもね、もっとね、かしこばらないで、楽に、ゆったりとやっていこうかなと。そんな風に、今年の後半からはね、あんまり、食レポとかにもね、こだわりすぎてきたんでね、今までね、あんまりにもこだわりすぎてきたんで、もうちょっと自分のね、やりたかったこともね、やってみようかなと。そんな風に思ってます。格闘技とかもね、出したいし、あと、女性のね、登録者が、わっと、ね、増えたんで、自宅飯系の方なんですけどね、ちょっと女性の方の登録がたくさんあったんで、スイーツなんかもね、急にちょこっといきなりアクセスあったりとかしてね。じゃあ、そうですね、この前も言った通り、日常と非日常食にもね、日常は健康食で、たまには非日常でね、甘いものとかもっていうことでね、スイーツなんかもね、作ってみたいなと、そんな風に思ったりもして、で、今ね、家電とかね、で、調理器具なんかもね、買い集めてるんですよ。そういうのでね、ぜひやりたかったの、確認をね、楽に作れるっつうんでね、それすごく楽しみにしてるんですけど、確認作って、確認食べながら、ビールを一杯飲んでみようかなと。そんなのもやってみたいな、みたいな感じですね。で、あとはね、格闘技系だったらもう、僕すごいね、情報持っててね、大山久先生のストリートファイトを見た人っていうね、すごい人物がいて、その人の取材もやったことあるんでね。そういう話っていうのはネットでもね、見たことないはずなんでね。そういう話もあるし、あと映画レビューとかもやってみたいなーって、そんな風に思ったりしてます。本来はね、今年のね、年初にこれやりたかったんですけどね。ちょっとね、食レポチャンネルみたいになってたんで、ちょっと場違いかなと思ってあげなかったんですけど。こういうね、時代なのでね、やりたいことは何でもやっておかないと損かなと。そんな風に思って、今年はそういう風な方向でね、後半に入りましたけどね。後半はそんな感じで、ちょっと自分自身ちょっと楽しみたいなと、そんな風に思ってます。はい、じゃあそういうことで、今年もね、後半に入りましたけど、よろしくお願いします。以上です。